どうもミルキーシオです。よろしくお願いします。ということで、武蔵小山の焼肉のお話なんですけれども、まあ、東京なんですけれどね、武蔵小山という、ね、高級住宅街かな。まあでもすごいいいところなんですよね。武蔵小山いい場所ですよ。結構高い、そこで住もうと思ったら家賃は高い多分。まあ、その武蔵小山にですね、とある焼肉屋に連れて行ってもらったんですけれどもね、村本大輔に連れて行ってもらったのかな。で、すごいですよ、あのね、アットホームな感じで、ほんでこうね、なんていうの、年季の入ったいい雰囲気の焼肉屋さん で、おじいちゃんとおばあちゃん2人で切り盛りしてるんですよね。おじいちゃんが厨房でやってて、厨房っつってももう丸見えっつうか、もう結構普通にフラットに顔見える感じでね、おじいちゃんの料理人ので、おばあちゃんがホール全般をねやってるんですけどもね、何が特徴的かというとですね、まずね、めちゃくちゃうまいですよ。肉も大きいしね、めちゃくちゃうまい。高級な焼肉屋よりかちょっと安いぐらいなんですけど、高級な焼肉屋以上にうまい。はい、知る人ぞ知る。でね、もう一つの特徴がですね、炭火焼きなんですよね。炭火で焼くお肉は美味しい。でもう一つの特徴がですね、煙がすごいんですよ。もう炭火焼きの煙がね、排気追いついてなくてね、店内も煙中なんですよね。店内煙中でも、僕のっていうか、焼肉のタレ置いてる皿とね、僕の置いてるね、ウーロン茶のね、ドリンクの半径以外はもう煙で何も見えないぐらい煙がすごい。だからもう煙がもうすごくて、周り何も見えない。そのもう白い煙の中から急にね、老婆の手がボーってできてね、はい、ウーロン茶ですとか言ってね、ウォーみたいな。で、ね、バーッ食べてたらね、もう煙の中から急に老婆の手がボーってできてね、空いてるジョッキ下げますねーとか言ってね。で、煙の中から急にボーって、はい、塩タンですーとか言って、ウォーって毎回びっくりするっていうね。で、いっぺん食べてたらね、老婆がボーって出てきてね、あ、間違えたって、ボーってまた手がね、戻ったりとかね、急に老婆の顔だけ煙の中からボーってできてね、ドリンク何しますとかね、またボーって煙の中に消えていくっていうね、何の技を使ってるねっていうね、何かの能力者かなっていうね、そういうね、不思議な、美味しくてね、美味しくて面白い焼肉屋さんがあったとさというか、本当にあるんですけどね。はい、ということで、美味しい焼肉屋さん情報でした。どうもありがとうございました。